ドラゴンクエストウォーク。はい、皆さんどうもこんばんは、こんにちは、おはようございます。ドラクエウォークガチャ引いていきたいと思います。今回は、ナイトメアチェーンが、ピックアップ装備のですね、ガチャの方を、やっていこうと思います。はい、武器錬成が、まあ、新たに、ね、追加されたということで、まあ、それを記念して、出たガチャということになります。ナイトメアチェーンとですね、トワイライトなんちゃらだったかな。はい。まあ、そのね、2種類が、まあ、武器錬成ということです。で、とりあえずね、今回配布チケットが、まあ、10連分集まった、はい、ナイトメアチェーンの方をですね、これですね、伯爵なんちゃら、ガチャ、漆黒伯爵装備ガチャということですね。はい。ナイトメアチェーンですね。はい。まあ、このナイトメアチェーンはね、すでに、中でね、手に入れたと思います。まあ持ってるので、まあまあとりあえずあまりこだわらなくていいかなと思います。で、もう一つはトワイライトブルームか。こっちはね、まあ持っておりません。まあどちらもですね、まあ昔のピックアップ装備ということで、まああんまりね、ジェム使ってまで取りに行くようなところではないかなとは思いますが、とりあえずまあ、無料でね、チケットがまあ入ったので、とりあえず今回は、伯爵、漆黒伯爵、はい、ナイトメアチェーンのね、方を、まあ、引いていきたいと思います。トワイライトの方はですね、確か1万歩ぐらいね、歩かなきゃいけないということで、そちらはまだ、10連分手に入れておりませんので、まあ、後日ということになります。はい、ということで、ちょっと前置き長くなりましたが、まず、1日1回、無料の CM 付きガチャをやっていきたいと思います。はい、CM がですね、なかなか始まらないですかね。はい、ということで、はい、CM が始まったな。はい、まあでもちょっとこの CM 長そうなので、カットしましょう。はい、CM が終わりました。ガチャがスタートします。はい、スタートします。はい、お願いします。はい、銀色宝箱スタートなんでもういいでしょう。はい、ハズレでしたね。はい。まあ、黄色にはね、なったんですけれども、ハズレはハズレですね。ということで、ちょっとボーナスダンジョンを、まあ、やっていきたいと思います。はい、ということで、ちょっとね、流れを、ハズレの流れを変えるために、ボーナスダンジョンですね。はい、では行きましょう。これはですね、お、キラ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 してる。めっちゃキラキラしてる。はい。キラキラしてるとですね、まあ、当たりが出やすいとされております。ちょっと期待していいんじゃないでしょうか。ということで、はい、それでは、ボーナスダンジョン。これね、スロットマシーン3回チャレンジできるというものになります。はい、では行きましょう。はい、まず第1回、1回目。カルベロビュートで、ワンパンかな?はい。はい、ドラキーがね、当たりましたね。まあ、経験値6万ぐらい、まあ、もらえたと思います。当たりの中ではね、一番しょぼいやつだったと思います。まあ、なので、もっとね、いい当たりが、出て欲しかったですけど、まあ、せっかくね、キラキラ演出あったんで。はい、あと2回チャンスあります。期待しましょう。37がね、最高ですね。37、37。ほい。お、EXP、これもいいです。EXP もね、経験値27万ぐらいもらえ、お、当たった当たった。ありがとうございます。これいいっすね。いい感じですね。はい。はい。大当たりいただきました。ありがとうございます。はい。では、次、ラスト。次もね、当たってほしいですね。3回とも当たりというのがいいかなと。はい。37が最高です。まあ、次に出てほしいのが、さっきのね、EXP かな。はい。お、EXP2 回も当たった。うん、結構いいですね。今回いいんじゃないでしょうか。もう、今回はね、もうこれだけで、いいですかね。あとのガチャはね、もう、すでにね、ピックアップ武器も持ってますし、まあ昔のね、装備ですからね。ということで、今回は、まあなかなかの当たりでしたね。はい、経験値が60万ももらえました。ありがとうございます。はい。ではですね、まあメインのね、ガチャの方は引いていきたいと思います。まあ昔のね、装備なんで、まあここであんまりね、運を使う必要もまあないのかなとは思いますけれど、まあ運を使う使わないっていうのはね、まあ、それはもう完全に、まあ、ある意味都市伝説みたいな感じかな。まあ、とりあえず、はい、やっていきましょう。ではですね、はい、10連いきます。当たっても当たらなくてもどっちでもいいかなと。はい、気楽に引きましょう。お金の宝箱3つある。こういう、どうだ?スラミチカットインはなかったかな?はい、虹色は1個だけか。まあ、ちょっと寂しいですかね。はい、王宮魔術師ローブ。
1個いただきました。はい。まあまあちょっとね、寂しい結果でありましたが、まあ虹色出たのはいいんじゃないでしょうか。はい。まあとにかくね、今回、ボーナスダンジョンが良かったですね。EXP が2つ出て、ドラキー1つと、経験値60万。まあ今ね、レベルアップとかね、まあ経験値がね、重要というか、まあゴールドより経験値の、が、まあありがたいというところなので、まあ当たって良かったかなと思います。はい、このね、動画を見ていただいている皆様にも、幸運が訪れることを願っております。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ！